はい、明日は交流会のコーナーです。29日ですね。明日は国内お休みで昭和の日ということです。お休みになります。そして海外は1、3月期アメリカの GDP 速報値が21時半、そして仮契約住宅販売指数3月分が23時に発表、アメリカの決算発表、ゼネラルエレクトリック GE、 そしてマイクロソフト、フェイスブック、クアルコム、 eBay あります。そして30日も見ちゃいましょう。3月の商業動態統計が8時50分、同じく8時50分、3月の鉱工業生産も発表になりまして、14時に住宅着工統計が発表になります。海外、中国の4月の製造業 PMI が10時、そして ECB 理事会、ラガルド総裁の会見があります。そしてユーロ圏の1、3月期 GDP が18時に発表、アメリカ3月の個人消費支出、個人所得です、21時半に発表になりまして、決算発表、アップルが出てまいります。どうなんでしょうか。そしてツイッターの決算発表もあります。国内の決算発表を見ていきましょう。30日ですね。JT 村田製作所、東京エレクトロン、日本電産、電装、Z ホールディングス、トヨタ自動食器、JR 西、JPX、SG、コース、トヨタ通商、京王、愛信製機、伊藤忠テクノソリューションズ、東部、JAL、東京電力ホールディングス、TOTO、京成、東北電力、九州電力、エプソン、J パワー、メルカリ、FP コ、ナプテスコ、双日、南海電鉄か、カゴメ、J テクト、トヨタ防食、トヨタ合成、愛化工業かな、商船三井、三菱倉庫、SMS、インフォマート、日ガス、北陸電力、T ガイア、沖縄電力、平和不動産、大ビル DTS、NX って何だ、トランスコスモ、北海道電力、積水重視、東京都競馬、M&A キャピタルパートナーズ、ここはちょっと注目したいですね。でトップコン、鳥居薬品、トランコム、マキノフライス、ジェイストリーム、ロードスターキャピタル、スララネット、ベガ、ファンデリー、アズームというところ、まあ、代表的なところですね。ここに載っているところだと、伊藤忠テクノソリューションズと、まあ、東京エレクトロン、ここから書いていいのが、まあ、村田東京エレクトロン、電産あたり、ちょっと、まあ、ネガさんも行ける方は、まあ、村田とかだいぶ今安いですけどね、分割したりとかして。まあちょっとトライしてみたいかなっていう感じ。ちょっと株価とともに見てみましょう。あと CTC と、まあ、勝者は分かんないな。勝者はちょっと難しいですね。M&A キャピタルパートナーズ。そんなとこかな。とりあえずは。うん。ですね。あとは、もうちょっと小型なところまで含めて見ていくと、あるかな。GMO ペパボ。まあ、ちょっとこの前確か GMO ペパボ、いまいちだった気がしたんですよね。だから今期はいいかもしれないなっていう、そんな狙いです。ね、3633、GMO ペパボ、1938円です、今。あとは、ファンデリーとかもちょっと気になるんですけどね。メルカリか。やめましょう。Z ホール、まあ、Z ホールでこの前、業績予想出したか。大塚商会。このタイミングですからね、大塚商会とかが結構いいかもしれない。まあ株価、そうか、それまあ、それなりに上がってきてますもんね、それはね。です。あとは、M&A キャピタルパートナーズのこちら。意外と結構、そんなに戻ってきてないので、買いやすいかなと思ってます。あとは、システムソフト。結構これは荒っぽいかなと思うんで、うん、まあやめときましょうか。2桁目からやめときましょう。パス。あとは、まあ DTS、うん、エニッシュあたり。はありかな。まあ、でも板薄いか、今。こんな感じですもんね。ちょっと、厳しいかな。スララネットとかなんかどう判断しますかねって感じなんですけどね。スララネット、あ、高えな。やめておきましょう。まあ、言ってもいいですけど、ちょっと私は買わないですね。まあ、そんなところかな。うん。を、まあ、注目していただければ。まあ、CTC が一番、とりあえず、まあ、ストレートに一番注目したいところですかね。うん。
あとペパボとか CTC4739 かな。うん、まあ高いんですよね。まあだいぶ戻ってきてるんですよ。まあ、もう一台いけるかどうか。こんな感じです。そうね。と、あと M&A キャピタルパートナーズ。その辺でいきましょう。まあ、どっちか逆張りというか、まだ出遅れ狙いたい方は M&A キャピタルパートナーズがいいかなと思いますので、そちらで。で、乗っかりたい、ね、順張りしたい方は伊藤忠テクノソリューションズでいいかなと思いますので。はい。ということで、木曜日の推奨銘柄でした。では明日の個別材料を見ていきましょう。はい、まずは三等工業者。聞いたことないんですけど、嫌ですね。これは買えねえな。第3クォーターの決算発表か。営業利益1億9700万円で着地しました。前年同期 84.6% 増益となっております。続いてで、サイオス第1クォーターの業績発表でした。営業利益1億4100万円で前年同期 54.2% 増益でした。なんかあんまり結構板薄い銘柄続いちゃうんですけど、続いて LINE 第1クォーターの決算発表でした。営業利益が、1億4100万円。なんかこの辺どうしてたんですかね。全然動きなく、まあここは動きがおかしかったからか。営業赤字43億5600万円ということでクソ赤字でした。まあ、LINE ちょっと廃れていく感じがするんですよね。なんか、そうか、新しく金融とか、そっちの方向性で頑張らないと、LINE 本来の事業ではちょっと、この先、デイリーマーケット情報の方でも話しましたけど、ちょっとやっていけないかなという気がします。続いて、大熊。前期、3月期の業績発表が発表されまして、営業利益が149億9500万円で 45.6% 減益。で、今期が、紙期だけ予想出てます。営業利益の予想5億円だそうで、前期比 94.6% 減益だそうです。厳しいですね。ちょっとだから工作機械は厳しいのかな。薪のフライスとかはちょっと厳しいかもしれないですね。ソードアウト。第1クォーターの業績を発表した。営業利益3億1200万円で前年同期 190% 増益だそうです。あと、ここを、推奨するの忘れてたんですね。レーザーテック。まあ、ここいい、そりゃいいよなって話ですね。半導体ってね。7から3月期の業績発表の第3クォーターですね。営業利益のが88億6400万円で、前年同期 54.4% 増益。PTS どうなってんだ。ちょっと見ちゃいますね。これはもうちょっと織り込み済みっていうパターンもね、ひょっとしたら株価水準高いんであるかもしれないんですけどね。レザーテック PTS、 あんまり動いてないや修正先に出てたんでしたっけ。そんなこともないですよね、多分。違うかな。そうですね、業績予想なんかが出たとかでもないんで、まあ織り込んでるってことですかね、ここまでね。 GMO フィナンシャルホールディングス第1クォーターの業績発表でした。営業利益98億3600万円で前年同期 53.3% 増益となりました。新規でなんかね、取引する人とかってこういうタイミング増えてるのかもしれないですね。特に、ね、ネット証券個人向けとかっていうのがね、中心になりますから、そういう方たちは増えてるのかもしれません。 PTS も結構上がってます。続いて稲毛屋。なんか20年3月期終わった期の業績予想の修正です。営業利益のそれ15億円から23億2000万円に上方修正。前期比 34.2% 減益と見ておりましたが 1.8% 増益に修正だそうです。スーパーやっぱいいですよね、こういう時はね。商品スーパーなんか特に佐賀銀行、福岡フィナンシャルグループの傘下のアイバンク社と資本業務提携を行ったということで、佐賀銀行、そして福岡フィナンシャルグループ、こちらですね。です。続いて、代行証券ビジネス。野村総研が公開買い付けを行うということで、買い付け価格1株920円。結構いい値段で買い上がりますね。だそうです。これ、明日、まあ、ストップ高でしょうね。
現在 51.78% の株式を保有しています。で、これ完全子会社化するということなんで、持ってる方はもう申し込んでください。日本エスコン第1クォーターの業績発表でした。営業利益96億7800万円ということで、前年同期 198.1% 増益。ふわー、そう、この辺がいいのか。日本エスコン、PTS 73円高になってますね。まあ、もし明日エントリーできるんだったら、もう買いに行って引けで売るとかでもいいのかもしれないですね、ひょっとしたらね。うん、強いな、不動産が。のところでいいとは。続いてサングッド、大滝20年3月期の業績予想の修正です。営業利益の予想7億8000万円と予想しておりましたが、8億4900万円に上方修正です。従来 85.3% 増益と見ておりましたが、2倍、約2倍になるということであります。これはこれで着地になりますね、サングッド。続いて前輪、自社株買い発表してます。箱積み株式数の 3.5%、200万個を上限とした自社株買いです。決算表も同時に出てます。サクッとだけ見ておきましょう。まあ、内容そんなに良くないんですけどね、二桁減益となっております。で、今期の見通しなしということですが、まあ、申し訳ございませんの意味合いの自社株買いですかね、となりました。ということで、以上、明日の個別材料でした。では、マーケット見ていきましょう。今、アメリカ時間ですんでね、アメリカ中心に見ていきますが、23時43分になります。ニューヨーク自体堅調、まあ、ナスダックが弱いのか今日は。ニューヨークダウリアルタイムで今、81ドルだから 0.34% 上昇、24216ドルです。ナスダックちょっと軟調、36ポイント安 0.42% 下落で8693ポイント。ナスダック、ニューヨークダウこんな感じです。ナスダックは、こんな形。プラスから始まってマイナス転落してしまいました。SP500 0.19% の、プラスですね。2883ポイントというのがリアルタイムの数字になります。為替、ドル円106円80銭台。まあ一応70銭とかまで突っ込む、まあ、安いところ106円50銭台まで突っ込んでますね。そこから多少戻してきたかなっていう感じですけどね。まあ、どこまで戻すのか、このままずるずるいくのか。まあ、テクニカルとか見ちゃうと多分このままずるずるいくよって感じなんだろうな。ああ、でも、まあ戻してくるか、これは。107円台ぐらいまで戻す感じですかね。そんな気がします。なんか値固めしてきたなって感じでしたんでね。で、原油が113ドル28セントということで、多少上がってますけどね、このまま。まだ戻せなさそうですね、正直ね。在庫余りまくりみたいな感じなんでね。で、先物、まあ上がっちゃいるんですけど、先ほどももっと高い場面あったんですけどね、今、2万飛び飛び20円、210円だから、日終わりだから20円だから、210円だから 1% 上昇してます。2万130円くらいまであったかな、高いところ。140円か、高値、でした。ちょっと落ち着いてきてしまってるよっていうところですね。まあ、ダウもちょっと落ちてきたし、まあ、ナスダックがマイナス転落したみたいなところも大きいのかなと思っております。まあ、ここのところ、ね、日経平均株価、今日、日経平均マイナスで半額になっちゃいましたけど、トピックス、ね、プラスで、まあ、陽線つけても5日、5要連ですし、まあ、一応2日続伸だし、2万円、日経平均2万円乗っかってくると、やっぱり売りも出やすいんだろうなと思いますんで、あんまり、2万飛び飛び10円だ、イエーイみたいな感じで素直に乗っかっていけるかというと、ちょっとそういう感じじゃないのかなという気がしてます。ただ、1日休み挟むんで、まあ、今日ニューヨークとかナスダック、まあ、プラスで終わって、もう1日、明日の夜またプラスになるようだったら、確実に2万円は乗せてこられるかなという感じだと思うんですが、ちょっとね、素直にそうなってくれるか。どっちかが、2日あるうち1日ちょっとマイナスだと2万円は跳ね返されやすいかなという気がしてます。ちょっとなんだかんだね、意識されちゃうんですよね。だ1回、2回ぐらいはちょっと、まあ3回ぐらいまでは跳ね返されやすいんです。まあそこでショートを入れると取りやすいのかなと思いますが、あんまりそれやりすぎるとどっかで抜けて捕まっちゃうんで、2万円ポンと、ああ、捕まっちゃったみたいな感じで、ああ、まだ上がるのみたいな感じになっちゃうんで、ちょっとそこは気をつけなきゃいけないんですけど、はい、という感じで思っております。ちょっといつも最近見てる一目均衡表だけ出しておきましょう。また雲の中突っ込んで、この先行けるの、雲上抜けできるのっていうところ、ね、続いておりますんで、まあできればそう上抜けしてくれればいいんですけどね、まあ、そこを期待していきましょう。はい、ということで、たまにそう日中
お昼とかに暇なタイミングでライブ配信したりするんで、まあ、もしお時間あれば見に来ていただければ嬉しいなと、コメントとかもね、とりあえず読みながらやっていきたいなと思いますんで、はい、今日松井証券のソフト使おうと思ったら全然映んなくて、なんかキャプチャーソフトを受け付けないんですよね、きっとね。で、しょうがないからブラウザで松井証券のところログインしてやったら、重たくて押しちゃっていう。なんかゲーミング PC とかそういうハイスペックな時代だけじゃダメなんだろうなとか思ったんですけど、まあ、無理やり、まあ、結局いつも通りこの楽天のソフトを使って見ながら、で、まあ、取引だけちょっともう手元のスマホでやっちゃいましたけど、そんな感じでやってますんで、お時間ある方。まあ、なんかどっかの夜中とかでもね、なんか雑談配信とかもしてもいいかなとか思うんで、もしお時間あったりとかいらっしゃれば遊びに来ていただけると嬉しいです。高評価とかもお待ちしておりますので、ということで YouTuber っぽくね、今日もチャンネル登録と高評価お願いします。昨日高評価いっぱいついて嬉しかったので。まあ、銘柄当たったってのもありましたけどね、なんだっけ、NEC ネッツ SI とかね、その辺のが効いたのかなというのもありますけれど、高評価つくと励みになりますんで、よろしくお願いします。ということで、なかなかね、配信するのも大変なんで、時間食うし。ちょっと頑張っていきます。はい。ということで、以上、静かですけど、明日は考慮会でした。